おはようございます。ビートルズ高校1年 B 組担任の小野リンダです。おはようでやんす。今日の授業のテーマはです。面白そうでやんす。最後に見えてそうね。皆さん、ピートベストって誰だか知ってますか？さあ、知りません。誰でやんしたっけ。ああ、ここまで出てるんでやんすが。ピートベストはビートルズの元ドラマーです。ああ、はいはい、そうでやんす。元ドラマーでやんす。もちろん知ってたでやんす。まーって知ったか知っちゃって。知ったかじゃないでやんす。じゃあいつ、なんでやめたのよ。それは先生が今から話すでやんすから。やっぱり知ったかじゃない。はいはい、静かにしてください。ピートベストの実家はカスバコーヒークラブというバンドの生演奏ができるコーヒーバーを経営していました。その開店記念のイベントにビートルズが出演した際にピートとメンバーは知り合いました。そして1960年の8月にビートルズがドイツのハンブルグに巡業することになり、急遽ドラム経験のあるピートがドラマーとしてビートルズに加入することになりました。それまでビートルズにはドラマーがいなかったでやんすか？ピートが加入するまではほとんどが臨時や代役で、正規と呼べるようなドラマーはいませんでした。それはどうしてですか？ビートルズほどのバンドならみんな入りたがるんじゃん。その後の活躍を知っていればそう思いますが、当時はまだビートルズもただの無名のバンドに過ぎませんから。というわけでピートは正式なドラマーとしてビートルズに加入しますが、そのちょうど2年後の1962年8月、ビートルズがレコードデビューする直前に解雇されました。かわいそう。どうしてでやんすか？理由は諸説ありますが、演奏技術がプロとしては不十分というのが大きかったのではないでしょうか。あとはメンバーと打ち解けてなかったとか、協調性がなかったという話もあります。例えばライブの後、他のメンバーはみんな一緒に飲みに行くのにピートはほとんど付き合わなかったとか、みんなでビートルカットにしようと決めたのに一人だけリーゼントをやめなかったとか、他にはしょっちゅうライブを休んでいたという話もあります。その時にピートの代役を頼んでいたのがリンボスターでした。当時リンボは同じリバプール出身のバンドロリーストーム&ザハリケーンズのドラマーでした。ジョージは後に、出会った頃のリンボは僕らよりも収入が多くて僕らよりも早く車を買って乗り回していたと語っています。そして両手の指に指輪をつけていたそうです。すごく羽振りが良かったんですね。当時ロリーストーム&ザハリケーンズはリバプールのトップバンドでビートルズよりも人気があったそうです。じゃあなんでそこを辞めてビートルズに入ったでやんすか？まあその辺の話は別の機会にするとして話を戻します。リンボと一緒に演奏をするたびにビートルズのメンバーはこれだと感じていたそうです。特にジョージはその思いが強く、たびたびジョンやポールにリンボを正式なドラマーにしようと働きかけていたそうです。ジョージとリンボの熱い友情はこの頃からすでに始まっていたんだわ。この二人の BL もいいかも。しかしピートを辞めさせる決定的なきっかけがないままビートルズは EMI のオーディションに合格し、レコードデビューが決まりました。もしかしたらピートがドラマーのままデビューということになっていたかもしれませんが、ピートの技術に不満を感じたプロデューサーのジョージ・マーティンがレコーディングではセッションドラマーを使うと決めました。そしてそれがピートを辞めさせる決定的なきっかけとなったのです。メンバーはピートを解雇することを決めましたが、それをピートに告げたのはマネージャーのブライアン・エプスタインで、ジョン、ポール、ジョージの3人はその場に同席しませんでした。そしてそれ以来ビートルズのメンバーは一度もピートには会っていません。それはひどいでやんす。それについては後年3人も卑怯なやり方だったと発言し後悔していたそうです。確かに少し冷たいような気もしますが、メンバーも気まずかったのではないでしょうか。そういう経緯だったのでピートを辞めさせた張本人はプロデューサーのマーティンのように思われていましたが、マーティン自身は次女の耳こそはすべての中でドラムを変えろなんてことは言ってないとはっきり否定しています。マーティンからすればライブはともかく
レコーディングではちゃんと叩けるセッションドラマーを起用しようと思っていただけなのかもしれません。バンドのレコードでも実はスタジオミュージシャンが演奏しているなんてことは今も昔も結構あることだそうです。へえ、そうなんだ。ピートはご覧の通りルックスが良かったので当時ビートルズでは一番人気とも言われていました。なのでドラマーがピートからリンゴに変わった時にはライブ中にピートを出せとやじが飛んだり、ジョージがピートのファンから殴られて青あざを作ったりとちょっとした暴動騒ぎが起こるほどでした。わっちゃー、痛そうでやんす。メンバーの中にはやはりピートに対して申し訳ないという気持ちもあったらしく、特にジョージはピートを辞めさせたのは自分の責任だ、彼に何もしてやれなかったことが大変申し訳なかった、せめてもう一度彼に会って謝りたかったと語っていたそうです。ピート自身もビートルズの中ではジョージに一番友情を感じていて、彼は控えめでナイーブなナイスガイなんだ、僕にとってジョージこそがビートルズの真のメンバーだと思っていたと語るほどで、ジョージが亡くなった時には大変悲しんだそうです。ちなみにですが、ピートがビートルズを辞めた時の状況がピートの証言と一般的な説とでは食い違っています。ピートはテレビ番組に出演した際に自身の解雇話を聞いてスタジオに向かったところ、顔面を腫らし鼻血を出したリンゴと膨れっ面のジョージに出会ったと語ったそうです。つまりメンバーではなくバンドの関係者がピートの解雇を一方的に決め、それに怒ったジョージとなぜかリンゴが抗議しに行ってリンゴが関係者から殴られたということらしいのですが、これはちょっと考えづらいですね。ピートが嘘をついているとは言いたくありませんが、自分がバンドを解雇されたという辛い記憶を無意識のうちに作り変えてしまったというところではないでしょうか。1995年にザ・ビートルズ・アンソロジーが発売された時にはピートが演奏したテイクも10曲収録され、その印税約800万ポンドを支払うことをポールが直接電話でピートに伝えたそうです。これが解雇されて以来、ピートがビートルズの元メンバーと交わした初めての会話でした。800万ポンドっていくらなんでやんすか。ちょっといやらしいわね。お金の話にすぐ食いつかないでよ。で、いくらなんですか。いや、聞くんでやんすか。私は知的好奇心よ。今現在の為替レートでは約13億円くらいです。13億。メンバーからすれば罪滅ぼしの気持ちもあったかもしれませんね。ピートはビートルズを辞めてからどうなったんですか。しばらくはプロとしてバンド活動をしていましたが、1967年には芸能界を引退して職業安定所に就職しました。しかし1988年に早期退職し、以降はピートベストバンドを結成し再びバンド活動に専念しています。ピートも解雇された時は辛かったと思いますが、今は自分の好きなバンド活動をマイペースで楽しんでいるようなので、結果的には幸せな人生だったのではないでしょうか。なるほどでやんす。これがピートにとってのベストな人生というわけでやんす。え？いや、あの、ちょっと。それでは今日の授業を終わります。よかったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。なんとか言ってほしいでやんす。